去年あまちゃんの音楽で日本中を元気にした音楽家大友義秀さんをお招きし、大友さんが影響を受けた意外な3曲をご紹介いただきます。ホットモットキットの井出光光さんの提供でお送りいたします。あまちゃんの音楽家大友義秀さんのもう一つの顔はノイズミュージックの世界的権威であること。でもノイズミュージックって一体何？それでは今週も新しいページをめくりましょう。おはようございます。おはようございます。今日はですね、昨年あまちゃんの音楽を担当して日本の音楽界を席巻した大友義秀さんをゲストにお迎えしました。おはようございます。よろしくお願いします。お邪魔いたします。大友さんはあまちゃんの作曲とギター演奏を担当され大活躍されましたね。はい、ありがとうございます。あまちゃんの大ブレイクすごかったですね。すごかったですね。実は大友で要するにノイズの感じっていうか、さっきかけたオネット・コールマンのロンリー・ユーマンっていう曲ちょっとモチーフにノイズ的な演奏しますけど、うるさいと思いますので耳塞いでください。はい、